シュバーン隊長はずっと騎士団長の懐刀と言われてきた。騎士団でもその姿を見ることは滅多になかったし、その任務は極秘のものばかりという噂だった。レイヴンとして活動していたからだったんだな。その懐刀すらアレクセイは捨て駒にしたのね。奴の目的が大詰めを迎えたってことだろうな。おっさん、ずっと死に場所を探してたらしい。やろう、それを知ってて利用したってわけだ。魚が腐ったようなやつじゃの、アレクセイ。何でもいいわ、今はエステルを助けるのが先。いいわね。もちろんだ。ああ。ヘラクレスはテイトに向かったのよね。きっと海の上を渡っているに違いないのじゃ。見逃さないよう、皆目を深海魚のよりも大きく開いておくのじゃ。